草加光は、宮城県仙台市青葉区出身のバスケットボール選手、指導者である。ポジションは、ポイントガード。身長174センチメートル、体重71キログラム。小学4年生の時バスケットボールを始める。その後、仙台市立桜ヶ丘中学校を経て、新潟商業高校に進学。2年時にインターハイで優勝するなど活躍。日本大学では、 全日本学生選手権で3位。オールジャパンにも出場した。卒業後の2005年、BJ リーグの仙台十9アーズよりドラフト1巡目、指名を受け入団。ルーキーシーズンにより、プレイオフ進出に貢献する。2006から07シーズンには、オールスターに、ブースター投票で選ばれる。2011年3月発生の東日本。 大震災発生に伴う仙台の活動停止を受け、選手救済制度により、京都に、レンタル移籍背番号は、89。2011から2012シーズンは活動再開した、仙台89アーズに復帰。背番号は以前在籍時と変わらず、17。2012から2013シーズン終了後に、FA 権を行使。 89アーズ時代の恩師である浜口園率いる京都ハンナリーズへと移籍。2017年引退。引退後は富士通レッドウェーブのコーチに就任した。BJ リーグオフィシャルガイドブック2013から 2014BJ リーグ2013年10月4日。お知らせ。草加光選手移籍のお知らせ。仙台89アーズ2013年7月3日。 閲覧。草加光選手現役引退のお知らせ。京都ハンラリーズ。2017年5月8日閲覧。草加光選手。富士通レッドウェーブコーチ就任のお知らせ。京都ハンラリーズ。2017年6月19日閲覧。新加ニュースタッフお知らせ。富士通レッドウェーブ。2017年6月19日閲覧。ありがとうございます。